さあということで、今回熱烈希望対談、もう僕にとっても、もう本当に永遠の憧れの人が、登場してくださいました。もうそれだけでちょっと今ワクワクドキドキしております。加山雄三さんです。どうも。なんか握手されたらどうしたらいいか分からなかった。もう今年ね、加山さんは加山さんなりの決断をされて、いろんなところでいろんなこと聞かれてると思うんで、今日はそんな話一切しません。はい。それで実は谷村と加山さんのご縁っていうのがもう40年以上前からという長いお付き合いなんですけども、僕がプライベートで感じた加山さんなんかを今日は皆さんにもちょっと知っていただこうっていうんで「人間加山雄三」を今日はテーマにいろんな話をしていきます。僕ね、加山さんとこういろんな話プライベートでこの40年以上させてもらってる中でね、すごく衝撃的だったのは東京大空襲の時のあれを加山さん子供で見てたっていう話してくれたじゃないですか。あれものすごい衝撃だったんですよ。加山さん何歳ぐらいの時だ？8歳。だからその時は東京都内じゃなくて郊外に。俺は茅ヶ崎にいた。で茅ヶ崎にいた時のその前日が横浜襲撃やって横浜ばっかり燃えたんだ。その翌日はもう東京だもんだ。それでもう B29 がさ、富士山の映画が入ってきて、それをちょっとここに回って東京に向かってガーッと飛んでくるの見えたもんね。すごいな。うちの親父が最初にそれをなんて言ってね。もう終わりだなって言われて、すごい印象に残ってる。そしたらもう東京の真っ赤。すごいもので、なんか衝撃だよねやっぱり。そうだね。少年の頃にそれをこう実際に見てたっていう話を聞いて、ちょっとなんかね、あ、加山さんってそういう体験持ってる人なんだって。僕らのイメージはほらね、映画とかもうそういうのからでしかなかったんで、そういう体験を生まれてないんですよ。そうなんですよ。